ルチェさんだ。イエルチェさん、ごめんなさい。いきなりどうしたんですか。何か謝られるようなことはありましたっけ。うん、ほら、この前のことだよ。トトリさんとステルクさんに会った時さ、私思いっきり気絶しちゃったでしょ。あのあとサインまでもらってくれたみたいじゃない。本当にごめん。そしてありがとう。そのことですか。いいんですよ全然。ルルワちゃんは優しいね。優しさが心にしみるよ。実は私ね、冒険者の中でも特にあの二人のファンなんだ。え、そうだったんですか。消息をたどり各地を旅した英雄的な錬金術師。そしてステルクさんは言わずもがな最強の剣士。冒険者制度を陰ながら支えた英傑でもあるの。実はこの体験もステルクさんに憧れて使うようになったんだよね。二人は私のレジェンドなんだ。サインもらえてよかったな。とっても嬉しそう。お役に立ててよかったです。この調子でお兄ちゃんにも会えればいいんだけどね。とちょっと暗くなっちゃった。これはサインのお礼だよ。それじゃあ私はサイン集めに行ってくる。ルルワちゃん、またね。エルチェさん。